日本全国みんなの心を晴れやかにする人を松岡修造が応援します。みんな頑張れ。世田谷区用賀にある一軒の家、その中には、あ、どうも、あれ、こんにちは、よろしくお願いいたします。食卓を囲むたくさんの子供たち、ここは大家族が暮らす家と思いきや、シェアハウスです。シングルマザーのお母さんと子供が暮らしています。そう語るのはシェアハウスを運営する山中真奈さん。今ここに住んでいるのは3つの母子家庭と単身女性2名。その多くは借金や DV 被害などに悩まされてきた人たちです。不安を抱えてるお母さんがすごく多くて、自分一人で育てなきゃいけない時に自分が倒れちゃったら、コロナになっちゃったらこの子はどうなるんだろうっていう、結構やっぱり顔色悪く悩んでくるお母さんが内見に来て、話を聞いてるともうカウンセリングのようになってきてどうしようっていうことで。母親の多くは夜まで働いているのですが、帰ってきた子供には、いただきます、いただきます。料理を作ったり保育園の送り迎えをしたりするスタッフが対応。また運営する山中さんは独身ですが、親子を間近でサポートできるよう一緒に暮らしているのです。賃料は共益費込みで12万円、夕食代のほか水道光熱費なども含まれます。週5日働き子供2人を持つお母さんは、仕事もただでさえ大変なのに、保育園迎え行って帰ってきてでご飯作ってみたいな、でしかもその2人の相手を1人でやってみたいな、私以外にしかも家で見ててくれる人がいるみたいなっていう、そこのなんだろう、安心感、いや本当もう感謝でしかないですけど、子供たちもこの暮らしの中で変化が。これはリンゴだらけじゃない、リンゴめっちゃ下の方にぶつけたり、ここに来る前は両親が喧嘩してたのですごい気を使って、笑顔が少なかった兄弟がここに来て本当に無邪気に子供らしく笑ったり泣いたりできるようになって、昔からの友達にすごい笑顔が増えたねって言ってもらえたらしくて、それが私もすごい嬉しいですね。そんな山中さんを見てスタッフは、若いのにね一生懸命やってるな、本当に手伝わないともったいないな。実は山中さん意外な過去があるんです。なんか10代でそのギャルをやったり、ギャル、かつてはギャルだった。シングルマザーの家庭が集まるシェアハウスを運営している山中さん、実は意外な過去が。私自身がもともと家族とうまくやれてなくて、なんか10代でそのギャルをやったり、ギャルのサークルをやったり、パラパラっていう、パラパラね、手を動かして、でそうやって家に居場所がないから、じゃあそう夜の街とか外に出ていた時に、同じように女の子たちも家に帰ったら暴力を振るわれるとか、お前なきゃ産まなきゃよかったって言われたりとか、家庭が安心安全じゃない子たちがいっぱいいたりして、山中さんには家庭環境に恵まれなかった友人たちが多くいました。その中である問題が起きたのです。周りの友達が子供が生まれ始めて、ただみんな若かったんで結構子供を置いて出てっちゃった人がいて、なんで純粋無垢な子供たちがその大人の理不尽な都合でそうやって傷つけられたり家に居場所がなかったりするんだろうっていうところはすごく原体験としては思いがあって、そんな中不動産会社で働き始めた山中さんが
見たものは。シングルマザーの方が窓口に来ても、例えばお仕事してないと、まあ、大家さんに確認しても、やっぱ断られちゃうことがあって、一人親の方とかお子さん、OK にしてくれる物件って少ないので。家も借りられないシングルマザー。子供だけではなく、母親も苦しんでいました。だからこそ、親も子も安心できるシェアハウスを作ったのです。やっぱり皆さんいろんな家庭環境の背景があって、その裏にはやっぱりその社会的背景があって、なんかそういうすごい負の連鎖をずっとやってきてる中で、目の前の現象が起きてしまう。どん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 個別になっていって、会話が少なくなっていって、そうすると人の痛みもわからなかったり、何か大事なものがここにも作り上げてきてるのかなって気もしましたね今、うちはその一人暮らしの女性もいるし、77歳のしげさんも関わってくれてますし、なんかその親子だけじゃなくて、学生からおじいちゃんおばあちゃんまで、いろんな人と暮らす家がたくさん増えたらいいなっていうのを思ってますね。